はい、ということでやってきました三金神社。ここは京都三金神社。絶対京都のしか行かないよね、うん、危ない。京都のお寺ばっか行ってる。必ず危ないよ、後ろ止まるやつ。ちょっと待ってな。あ、お金はい、ということで秒で終わりまして、参拝が終わりまして、お土産に、お土産というか、まあ、ね、まあ、小判、ああ、買って、そう、お父さんが言ってた小判。何が、それ今ちょっと、ちょっとだけな、お布施したもの、お布施して、お布施していただいたものか、はいはい、ね、ちょっとこちらの、まずこちら小さい、まあ、お守りね。お金、そうそう、あ、お金じゃないわ。なんだっけ、ん、何、三上神社。三金神社。神社の開運金運お守り。そうそう、御朱、うん、まあ、守りやつ。そうそうそう、守り的なやつ。はい、守りてか、まあ、神棚に。違う、これはお財布とか入れる小さいやつや。そうなんだ、うん、これ小さいやつなんだ。神棚系じゃないのね。から次に、ありがとう。これが小判、まあ、財布とかに入れる小判ね。お宝小判。お宝小判。お宝。お宝、うん、お宝小判、はいはい、うん、お宝小判、うん、そして、はい、出しまいます。で、まあ、これね、はい、これあなたが以前ね、はい、買った、でミス、これが、これ何にするの。これまあ財布、宝くじを入れてたりとか、うん、そういう包んでね、はいはい、なるほどね、うん、やると、まあ、当たるみたいなこと言われてますけど、さっきなんか見たね、 YouTube で、うん、YouTube テレビかなんかで放送されたのかな、うん、2週間前になんかあったみたいで、ちょうどね、ちょっと京都来てるからにはね、ここに行こうという。ちなみに今日おみくじをしたら大吉でした。右かな、あ、はい、ということで以上、本日の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いいたします。拜拜。